よろしくお願いしますね。食堂ですか？だってあそこの空気苦手なんですもん。何やら高級品ばっかりで体に合わないし。この前だってなんかやたら豪勢な料理を食べたらお腹の調子が悪くなったし、僕昔からお高い食べ物と相性悪いんです。だからあの食堂苦手で。カフェ？あそこ、お昼から空いてるんですか？前から思ってたんですけど、学内にこんな喫茶店まであるなんてすごいですね。あ、このサンドイッチ美味しい。これなら使ってるパンも野菜も違うんだろうけど、さすがに普段から食べ慣れた食品ばっかりだし。にゃっ、あにゃ。これなんかプチプチしてしょっぱい。キャビア？う、お腹痛い。これあげる。食べちゃってください。うにゃ？金本くんもキャビアは嫌い？どうぞ。さっきも言いましたけど、僕は食べませんから。どうぞ。どうです、おいしい？うにゃ、僕には理解できない。冗談ですよ、冗談。はい、そうですね。午後も基本は暗記ですから、いいとして、やっぱり午後の特別授業について教えてください。ブー、嘘つき。ですか？それなら仕方ないです。なるほど。それじゃあ今度は長光さんに頼ってみます。でもでも、今日は金本くんがお願いしますね。じゃあ数学で。わからないんだから基本もへったくれもないです。
ふむふむ。で、ここはどうして 3X 事情になってるんです？忘れたんですか？さっぱり意味がわからないです。ダメなんですか？そりゃそうだけど、面倒じゃないです？そうですか。それなら、お言葉に甘えちゃおうかな。平気、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先輩って意外と真面目ですよね。いいえ、ただの感想。あと、ありがとうございますっていう感謝の気持ちです。さあ、それじゃあ改めてご指導よろしくお願いします、金本くん。こうしてみるとまるで偽物みたい。いつもと違って優しいし。全然。ささ、ちょっとやっちゃいましょう。いらっしゃいませ。お席の方に案内させていただきます。ん？金本くん。ああ、小鉄はもう食べ終わって教室に戻っていったから。私は問題ないけど。かしこまりました。それではオーダーはいかがいたしますか？胃に優しいものですか？ではこちらの野菜スープなどはいかがでしょう？シェフと相談にはなると思いますが、他にもキノコなどを加えましょうか？かしこまりました。では、失礼いたします。それで、体調の方はどうだ？そうか。ならいい。安心した。私が作ったんだ。そんなに驚くことはないじゃないか。それとも変か？私が料理なんて。え？ああ、うん、まあそうかな。いや、別に。そうか、料理をするのは好きなんだ。他にも家事は全般的に好きだな。なんだかこう、
女の子っぽいだろ。そうか、どうしてくれるか嬉しいな。周りに全然同意してくれる子がいなくて。本当は人が少ないところで食べたいけど、マナーの問題で食事していい場所は決まっているから。教室なんかで食べてたら注意をされるからな。別に、これぐらい普通だ。ちょっと練習すればできる。すごいって言われるほどじゃない。おや、そういう冗談は嫌いだ。ものだ。昔はこれでよかったんだが、この学院だとやっぱりチープに見えるな。そうか、ありがとう。恥ずかしい。やっぱりみすぼらしいかな。美味しそう？金本くんが？私は入院したことがないんだが、病院食ってどんなの？よかったらだが、その、食べるか？うん。でも、あまり期待はしないでくれ。プロに指示したわけじゃなく、独学だから。どうぞ。しなくていいんだ。材料はちゃんとしていても、作ったのが私だからな。どうぞ。そうか、よかった。それならもっと食べてもいいぞ。ねえ、シュリくん。今から買い物に行こうって話になってるんだけどさ。先輩じゃないや、金本くんにも話すんですか？やっぱり男の子の意見が重要じゃない？ということで、シュリくんは可愛いのとエロいの、どっちが好み？今から下着を買いに行くっていう話。
いやいや、女の子としてはやっぱり男の子の好みを知ることも重要だからさ。昔からメイドさんに手を出してたくせに、見慣れたもんっしょ。真っ赤になっちゃって、本当にシュリ君は純情ウブだな。詐欺ですよ。ん？どういう意味？ううん、別に何でもない。とにかく金本君も困ってるから質問はなしで。それよりほら、早く買い物行こう。絶対男の子の意見を聞いた方がいいと思うんだけどな。もちろんアドバイスはするよ。けど私も所詮は女子だし、やっぱり男の意見っしょ。ほら、前にシュリ君が覗き事件を起こした時があったでしょ。痴漢事件？細かいことを気にするね。まあいいや、あの時約束してたっしょ、下着をプレゼントするって。僕は別にいいんですけど、どうしてもプレゼントしたいって言ってくれるから。だってさ、更衣室を使うようにはなったけど、未だに下着を隠しながら着替えてるんだよ。だって見れば見るほど自分のが子供っぽいなって。あ、そうだ。うりゃえ、ストライプか。何すんの？何すんの？いや、本日の下着を確認しとこうかと思って。こうしたら恥ずかしさも吹っ切れるかと思って。トラウマになるよ。あにゃ、見られた、見られた、先輩に見られた、また見られちゃった。シュリ君なら一度見てるだろうからもういいかなと思って。よくないです、そんなことあるわけないですよ。下着なんて露出度は水着と大差ないと思うんだけどな。まあ、下着の方がデザインが凝ってて可愛いけどね。僕はもう行くからね。ありゃりゃ、怒っちゃった。そう言いながらもしっかり見てたくせに。おっと、そうだ。それじゃあお先に、またね。Thank you.
先輩、今日はよろしくお願いしますね。それはいいですけど、何ですかその服装は。へえ、似合ってますよ。意外とかっこいいですし。そうなんですか？僕ですか？別に今の服で不満はないですし、お高い服なんて大変じゃないですか。汚れを気にしてご飯食べられなくなっちゃいますし。だから今ぐらいの服でいいの。何かあったら諦めて捨てられるぐらいで。でしょでしょ、そういうものですよ。はい、お邪魔します。今日他の方は？今更ですけど、本当に来てもよかったんですか？そっかそっか、なら一安心。そうですね。こことか、あとこことか。やった！それじゃあよろしくお願いします。公式ですか？何気なく言いますけど、それが一番難しいんですよ。だって復讐みたいなものじゃないですか。一回やったんですよね。それじゃあ今の勉強も簡単にはできてない？なんだ、そうなんですか。全部やってくれないんですか？疲れた。ねえねえ先輩、ちょっと休みましょうよ。それがいいです。え、でもいいんですか？勝手にそんなことして。なんだか背中がムズムズってしますね、その喋り方。
輩、勉強も飽きてきたし、ゲームでもしません？そうですけど。え、そうなんですか？はぁ、なるほど。先輩意外と忙しいんだ。でも、そんなので体は大丈夫なんですか？先輩、真面目さんですね。わからないところは大体先輩に教えてもらいましたから、これなら大丈夫だと思います。一応、前の学園では成績優秀者でしたからね。えっへん。懐かしいなぁ。あの頃もみんなで勉強しましたよ。もちろん相手は先輩じゃないですけどね。他の子と勉強した時は一応僕が教えたりしてたんですよ。ほんと、あの頃が懐かしいです。別に不満なんてないですよ。お小遣いも増えましたし、おじいちゃんとも会えましたしね。おじいちゃんと仲が良くなって、お父さんもお母さんも嬉しそうですしね。だから、不満なんてないですって。やだな、もう。先輩、変なこと言いすぎ。どうして僕の頭を撫でるの？ブー！僕は子供じゃないもん！それは別に嫌じゃないですけど。大体、先輩に頭を撫でられても別にご褒美にはならないです。あ、やめちゃうんですか？こういうの、なんかあったかい。そもそも頭撫でられるなんて久しぶり。先輩、先輩って確か前の時は一人暮らしでしたよね。一人暮らしって寂しくなかったんですか？そんな時はどうしてたんですか？そうですよね。やっぱりそういうものですよね。おにゅ。これでも女の子ですもん。ちゃんとケアしてますからね。ブー！そういうツッコミはいらないの！謝罪が頭を撫でるって、先輩ってば
どれだけ上から目線なんですか。そうですね。今日ぐらいは別にいいかも。それじゃあ、今日はお邪魔しました。うん、なんとかなると思う。それじゃあ先輩、今日はありがとうございました。明日からのテスト頑張りましょうね。いえ、大丈夫です。家に連絡したので門の外に車が待ってくれてます。僕は歩く方が好きですよ。でもおじいちゃんが心配性で断るのも申し訳なくて。